ゴ通キャンペーン開始について会見する元内閣総理大臣安倍晋三ゴ通キャンペーンとは日本における観光などの需要を喚起して2020年に起きた新型コロナウイルス感染症の流行とその流行による緊急事態宣言に伴う外出自粛と休業要請で疲弊した景気、経済を再興させることを目的とした日本在住者かつ日本を対象とする 日本国政府による経済政策である。2020年4月7日、政府が事業規模108兆円に及ぶ新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を実行するため、16兆8057億円に上る2020年度補正予算案を閣議決定した。このうち1兆6794億円が旅行、飲食、 イベントなどの需要喚起事業としての GoTo キャンペーンに充てられる。キャンペーンは国内旅行の費用を補助する国土交通省所管の GoTo トラベル、飲食需要を喚起する農林水産省所管の GoTo イート、イベントなどのチケット代を補助する経済産業省所管の GoTo イベントや商店街振興の GoTo 商店街で構成される。 Go2 トラベルキャンペーンの受付を開始した HIS キャンペーンに合わせた JR の企画券、夏季需要喚起と印字されているキャンペーンで配布される地域共通クーポン Go2 キャンペーンの中でも、法日外国人旅行者を誘致するインバウンドに支えられてきた宿泊、運輸、土産などの観光関連産業が受けた打撃が大きかったことから、 交通トラベルには1兆6794億円が投入される。具体的には、キャンペーン期間中に指定旅行代理店において、旅行商品購入やインターネットのホテル、予約サイトから宿泊予約をした利用者に対し、代金のうち2万円を上限に35%割引、観光地の飲食店や土産物店で使える15%分の 割引クーポン券発行も支援する。さらに、反転構成に備えた観光基盤の整備として、地域の観光資源、観光イベントを集客力、収益率の高い滞在型にする取り組みや、公共交通機関における多言語表記、土産物店のような小規模事業者のキャッシュレス決済、導入支援、外国人旅行者回復を見据えた。 海外に向けた大規模プロモーションとして国際観光振興機構が運休航空路線の再開を後押しや日本の魅力を紹介する広報展開、強靭な経済構造の構築として観光インフラのデジタル化や非接触、リモート型への転換を後押しする。GoTo トラベルの運営委託は日本旅行業協会や全国旅行業協会 JTB、 日本旅行などの大手旅行代理店が参加するツーリズム産業共同提案体に決まり、2020年7月22日から宿泊代の割引を開始し、旅先での飲食や買い物に使えるクーポン券を2020年10月から発行する。また、すでに予約済みの旅行計画も2020年7月22日以降出発分は対象となる。 2020年10月1日からは旅行代金の15%相当分を宿泊地の都道府県とその周辺で利用できる地域共通クーポンとして配布するほかこれまで対象外となっていた東京都内の旅行及び東京都在住者による旅行も10月1日から割引対象となった。なお赤羽和義国土交通省は交通トラベルに関しては2021年春まで 継続する意向を表明しているが、執行予算がなくなった時点で終了する。ちなみに、名称は和製英語である。2020年12月28日より中断。GoToEat キャンペーンは、ポイント還元やプレミアム付き食事券の発行を通じて、飲食店等での需要を喚起し、食材を供給する農林漁業,業者を支援する国の需要喚起キャンペーン。 2020年9月下旬から開始、2020年11月24日より中断。交通イベントの対象になるフるスポーツや舞台に関して J リーグは観客動員数50%の規制緩和を自主的に延期し、新宿の劇場でクラスターが発生したこともあり、政府がイベントの緩和は当面見送るとしたため、キャンペーンの開始時期は未定となった。 商店街活性化のための施策であり、商店街が実施する催し、商品開発、PR 活動などに対して最大300万円を支援する施策。10月19日より各地の商店街で順次始まった。第一生命経済研究所が、交通キャンペーンの経済効果を2.10兆円2.80兆円程度と試算した。 日本旅行業協会の集計によると、大手旅行サイトを使った2020年8月の行き先別予約人数が32道府県で前年同月を上回ったことが2020年9月2日に分かった。これらの予約では地域にバラつきが見られ、高級宿に人気が集中していた。キャンペーン事業を受け負う事務局事業者公募に際し、 委託費が総事業費の2割にあたる3095億円と巨額であるとして国会の場で野党から批判が相次ぎ攻防を一旦取りやめたため実施時期が大幅に遅れる見込みとなった2020年6月19日には都道府県をまたいだ越境移動が解禁されながら交通ト,トラベルの開始時期は2020年8月上旬になる見通しで 夏休みに利用者が集中することでの混雑の危惧や、秋口にも起こるかもしれないコロナ流行第2波襲来による、再度の外出自粛までに時間が足りないという批判も出ている。長距離、長時間の移動に不安を感じ近場で短期に済ませる傾向が強まると消費指数は低くなるため、どれだけ観光に消費するか未知数な面もある。2020年の夏の旅行動向の意識調査では、 旅行は控えるが67%、都道府県をまたがず、近場へ旅行するが15%というアンケート結果もあり、観光業の大幅な需要減少が見込まれる中でのキャンペーンとなる。2020年7月に入って以降、再び感染者が増加する傾向にあり、地方自治体の主張からは、Go2 トラベルキャンペーンは時期尚早ではないかとする意見が上がった。また、 移動や観光を控えるように知事らが呼びかける動きも発生した。例えば、2020年7月2日から3日連続で1日、あたりの東京都内の感染者数が100人を超えたことを受け、2020年7月4日に小池由里子東京都知事が都民に対し、不要不急の都外への移動を自粛するよう要請した。大村秀明愛知県知事は、 首都圏への不要不急の移動を自粛するよう要請した。また、大野含有埼玉県知事は、2020年7月17日に、埼玉県民には観光の目的地として、東京を選ぶことは避け、県内や近場に留めてほしいと発言した。一方で、門川対策京都市長は、人間は、社会的、文化的生活も生きるために必要だということを重視、 されてててだとと思うとしし肯定的な発言をしているまた、森田検索千葉県知事は、経済を考えるなら、国の言っていることも理解できると一定の理解を示し、首都圏の人に対して、マイクロツーリズム的に、近場の千葉に万全の体制できてくださいと表明。朝日新聞社が2020年7月18日、19日に実施した世論調査では、 Go2 トラベルが22日から開始することに74%が反対と答え、賛成は19%だった。開始時期や対象地域を決めるまでの安倍政権の一連の対応も評価しないが74%を占めた。事業開始への賛否を男女別に見ると、男性が賛成24%、反対70%に対し、女性は賛成14%、 反対77%と反対が多かった。キャンペーン対象外となった東京都民は賛成21%、反対72%だった。2020年8月21日の定例記者会見の中で岩手県の達祖拓也知事は開始からおよそ1ヶ月になる交通トラベルについて2020年7月中に始めたのは早すぎたことや、 新型コロナウイルス感染症が収束しないと期待された効果は出てこないことを指摘して失敗と言っていいと批判した。一方で宮城県の村井義博知事は2020年8月24日の定例記者会見で GoTo ト,トラベルについて新幹線の乗客は少なかったということなので県内の利用に効果があったと思う。どの旅館、ホテルも決して満員ではなかったが 交通トラベルがなければ悲惨な状況になっていたと指摘をしてやってよかった。成功だったと思うと評価をした。宮城県の村井知事は岩手県の達祖知事が21日の会見で交通トラベルについて批判したことについてそれも一つの考えだが少なくとも宮城はキャンペーンがなければもっと悲惨な状況になっていたと答えた。その他交通トラベルの実施にあたっての方針が 二点三点したり、制度にまつわる不備やトラブルが指摘されるなど様々な混乱が生じたことから、g o t トラブルと評されることもあった。g o t トラベル一時停止について会見する内閣、総理大臣、菅義偉上記のような不安要素を払拭すべく、GoTo トラベルキャンペーンでの宿泊施設に対し、宿泊客への検温や、共用部利用の人数制限や時間制を定めるよう、 政府として指導し、国交省が確認して、キャンペーン対象施設として認証する。否認可の場合、キャンペーン割引の対象とならない。2020年7月16日には、西村康都市大臣が、キャンペーン実施によって感染が拡大したとしても、政治が様々な事柄について、結果責任を負うのは当然のことだと答弁した。2020年7月16日、政府は、 g o 2ラベルから東京と発着の旅行を除外することを決定した。2020年8月5日、観光庁は g o 2ラベルに参加する宿泊施設でコロナウイルスの感染者がどれだけの人数発生しているかを公表しない方針を明らかにした。2020年9月1日には g o 2ラベルを利用した人は延べ556万人いたとされ、その利用した人の中で 新型コロナウイルスの感染が確認されたのは6人で、あることが菅官房長官によって明らかにされた。2020年11月に入って感染が拡大し、西村大臣は3回目の大きな流行が来つつ、あるとの認識を2020年11月12日に示した。政府は感染対策と経済回復を両立するという方針のもと、 交通キャンペーンの運用見直しに否定的であった。具体的には11月13日には西村大臣が現時点で北海道をはじめどこかの地域を除外することは考えていない。利用して旅行をするかどうかは国民の皆さんの判断だと述べた。11月17日には赤羽国交省が北海道について交通トラベルの運用を見直す状況ではないという。 認識を示した。11月20日には菅首相が国会答弁でこれまでの交通トラベルの利用者の中で感染者が少ないことを挙げ感染対策を徹底しつつ継続させる考えを示した。2020年11月20日には文化会がいくつかの都道府県ではステージ3相当の強い対策が必要な状況だと指摘し、 交通トラベルの運用見直しを求めた。2020年12月14日、政府は新型コロナウイルス対策本部で交通トラベルを全国一斉に一時停止することを決定した。期間は2020年12月28日から2021年1月11日までである。その後、2021年2月7日まで中断期間は延長になり、 さらに2021年3月7日まで中断期間は延長になった。2020年12月17日、加藤官房長官は一時停止について最大限の予防措置として総理から指示があった。西村大臣は全国的に感染が広がる中で予防的な措置も含めて全国で止めると判断したと述べて予防という考えを持ち出した。2021年1月4日、 菅義偉首相は、年頭記者会見で、緊急事態宣言発令となれば、再開はなかなか難しいのではないかと語った。2021年3月19日には、加藤官房長官が、g o t o トラベル事業の再開は当面難しいとの認識を示した。g o t o キャンペーンの展開は、従来の物見予算的な観光消費や、確一的な観光インフラの整備から、 各地域ごとに特徴がある魅力の開拓や、おもてなし、こと消費のような無形のサービスに波及することで、観光業が持続可能な産業に発展することが期待される。ベトナムやオーストラリアのように、観光業が税収の多くを占める諸外国においても、自国民を対象とする国内旅行を推奨する政策が取られている。ありがとうございます。